たの。お腹の中がトリトントンとタンタンとトゥントン、トリトントンとタンタンとトゥントン。いちごのショートケーキを食べたの。お腹の中がトリトントンとタンタンとトゥントン、トリトントンとタンタンとトゥントン。トリトントンってわけわからんもん。こんにちは、こんばんは、おはようございます。いつ見てるかわかんないから。永遠の15歳、でも本当は35歳、キサラジマロンです。お願いします。ちょっと待って、ごめんなさい、今日もすごい焼き上げだから。じゃあ今日はいちごのショートケーキの振り付けのレッスン動画を撮りたいと思います。みんなも一緒に踊ってくれると嬉しいです。じゃあ早速いきましょう。いきまろう、まずはあのチョコレートのケーキを食べたやつ、あそこです。はい、これケーキの形です。これケーキ上から見てる感じ、皆さんこれイチゴだと思ってたでしょ。違うんです、ケーキなんです。でチョコレートのケーキを食べたの。これ実はただこうやるだけじゃないんです。足に注目してください。チョコレートのケーキを食べたの。はい、つま先でちょっとジャンプしてます。それによって私はこの見事なふくらはぎを手にしました。この鍛え抜かれたふくらはぎをこのダンスによって手にしました。ちなみに私はたまに縄跳びやってます。縄跳びやってるからできるダンスなんです。その後はお腹の中が、この時もジャンプしてます。お腹の中がコツですかね、コツなんだろうな、この改札閉まっちゃった時みたいな、伝わるかな、なんかチンプレーコープレーの時みたいに、このジンコン、巻き戻すになるみたいな、ちょっとディ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 のやつのお腹の中が、わかるかなこれ。その次、難しいやつ、トリトントンとタンタンとティンタン、ここが難しいんです。最初は右からいきます。トリトントンとタンタンとティンタン、今のが難しい。トリトントンとタンタンとティンタンなんです。難しい。これ基本ずっとジャンプしてます。マジしんどいっす。で2回目ティントンってやったら次左からいきます。でタリトントンタタンタンタティントンですね。そしたら五郎さんがタリトントンってわけわからんぼらきみーって言うんです。その時は手拍子してあげます。ランボルギーニータタタタンってちゃんと手拍子もタタタタンで合わせてあげましょう。今のを踏まえてもう一度レッスンしていきましょう。あ、していきマロン、マロン立候補しますよ。チョコレートのケーキを食べたの。お腹の中がトリトントンとタンタンとトゥントン、トリトントンとタンタンとトゥントン。いちごのショートケーキを食べたの。お腹の中がトリトントンとタンタンとティントン、トリトントンとタンタンとティントン。トリトントンってわけわからんもん。上手に踊れてました。はい、みんなもいっぱい踊ってね。踊ってくれないと嫌いになっちゃうもん。ビーで。そしたら、そうです。